ケーションです。アニメーターというのはアニメーションを作る特別なアーティストのことなんだ。みんなには僕のアニメーションスタジオに入ってたね。そこでどうやってアニメーションを作ってるのかみんなに一回入った。アニメーションって言ってもまずは絵を描くことから始めるんだけど、みんなの中で絵を描くのが好きなお友達は手を挙げてみて。
入れるための大きい貝の船から、そうして入れた絵を順番に立てていくと、まるで絵が本当に動いているかのように見えてくるんだ。これってまるで魔法みたいでしょ。業務連絡です、業務連絡です。アニメーターは今すぐアニメーションスタジオに戻ってください。スキャナーが異常な音を立てています。確認をお願いします。ちょっと待って、あーみんなごめんね。あーどうや僕のスキャナーの調子がまたおかしいみたいで、きちんとアニメーションを仕上げたいので僕は一足先にスタジオに行ってスキャナーが直せるかどうか見てくるね。みんなとはまたスタジオで会おうね。あ、そうだ、大事なことを忘れてたよ。ソージがここでみんなに見てもらいたいものがあるんだって。みんなはしっかりとそれを見てからスタジオに行って。それではまた待ちかな。皆様こんにちは、ブレイクウィズお猿のジョージへようこそ。このアトラクションでは皆さんの目の前にお猿のジョージが登場します。アニメーションスタジオの中では飲食はご遠慮ください。アニメーションスタジオの中では携帯電話の使用はご遠慮ください。アニメーションスタジオでの撮影は可能ですが、フラッシュを用いての撮影はご遠慮ください。もしフラッシュはダメよ。アニメーションスタジオでは照明が激しく点滅する場合があります。またアニメーションスタジオでは照明が消える場合があります。またアニメーションスタジオでは機械の動かしや音や大きな音を出す場合があります。ジョージ大丈夫？ショーが開始してからのご入場はできません。グループのメンバーが全員揃ってからお入りください。ジョージは中で皆様をお待ちしています。するためなんだ。ああ、そんなものがついてしまったら大変なことになってしまうからね。よし、そろそろ絵の具が乾く頃だよ。あとはこの最後の一枚をスキャンしてパソコンに取り込めばいよいよアニメーションの出来上がり。さて、スキャナーはちゃんと動くかな。何が起こってるんだ？もしかして、さっき出た変な音って、俺のことか？もうしっかりしてくれよっかな。こんなはずじゃなかったのに。ねえみんな、落ち着いて、大丈夫？あと、もう、びっくりした。何が起こった？え、何？どこで？どうして僕が？嘘、これって黄色い帽子のおじさんの服だよね。すごい、めちゃくちゃかっこいいぞ。やったー。じゃあ僕は黄色い帽子のアニメーターってことだね。ちょっと待って、素敵なパンツだね。じゃなくてこのスカート、
なっちゃった。ねえみんな、ジョージどこにいたか知らない？知らないね、ジョージ。ねえみんな、僕のことからかってる？本当にジョージを見たの？もうそれとも、このスキャナーがおかしい。うっ、今何？ジョージが、ジリッパレッジ、なんかね。ジョージどこ？ジョージは？もう、どこにもいないじゃないか。電源切っちゃうからね。よいしょっと。僕がどうやって君のアニメーションを作ってるのか見に来てくれたのさ。そうだね、ソフィーだ。そしてに、こんにちはって挨拶してみようか。いくよ、せーの、こんにちは。ジョージがすることをみんなに真似してほしいの？みんな、ジョージが一緒に遊びたいんだって。さあ、前のみんなは立って立って。ジョージがすることを一緒に真似してみようか。じゃあ、始めて、ジョージ。ジョージが歩き始めた。みんな、足踏みしてみて。そう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 。腕振って、足上げて。立ってます、チャンス。じゃあ、ジョージ、次は何をして遊ぶ？よく乗って。はいね。さあ、また反対。みんな上手だよ。これも使って。グーお、足上げて。そう。腕つけてこれできる？そう。おこれは、お猿さんのダンスだ。きっちり、きっちり。わー！よし、これをみんな、頑張ってついてきて。じゃあ、ジョージ、僕が今から君のアニメーションを作るから、そんな色々にコースターにしていいね。いいお猿さんでいるんだぞ。よし。いいジョージ。ああ、これ。これはね、僕が絵を描くためのテーブル。そう、僕はここで君のアニメーションの元になる絵を描いているんだ。おお、ジョージはいろんなことに興味があるみたい。じゃあ、ジョージ、何か書いてみる？もちろんいいよ。じゃあ、どうぞ。ああ、まあ、君が書きたいものを書いたらいいんだよ。じゃあ、みんな、ジョージがどんな絵を描くのか一緒に見ててあげようよ。ジョージ、こっち使って。さあ、みんな、ジョージがどんな絵を描くのか一緒に当ててみようか。早速、この形ってなんだ？三角、ありがとう。ジョージ、これ三角で合ってる？合ってるって大正解だよ。みんなで拍手しましょう。よくわかったね。はい、そしてこれには続きがあるくらいだよ。この形何かわかる？ありがとう。これでいい。ダイヤモンドよく入れてね。じゃあ、ダイヤモンド好きな人？え、なに？これはジョージが大好きな空に飛ばすサトウユの服だね。みんな教えてくれてありがとう。いや、ジョージ、タイヤの調整に行くんだよ。どうしよう。あじゃあジョージ、今書いたようにふーって息を吹いて乾かしてみて。
そうそう、そんな感じ。うまいぞ。じゃあ、せっかくだし、みんなにもお手伝いしてもらおうよ。さとじ、準備はいい？お手伝いね。じゃあ、この上司の描いた絵が描くように、電気を振りかけてみようか。後ろのみんなもやってみてね。さて、調子いくよ。せーの。そう、そんな感じ。じゃあ今度は上司と一緒に2回行くよ。みんな準備。行くよ、調子。せーの。やったー。みんな息ぴったりだった。これできっと絵も乾くはず。そうだよね、調子。待って、調子。今それつけないで。つけちゃった。ほらすごい風、みんな気をつけて。
んはこの服を返してほしいみたいだね。わかったよ、今返すからちょっと待ってて。借りたものはちゃんと返さないとね。やっぱりバカってたよ。ほらね、もうこんなんじゃアニメーション作りがなかなか前に進まないよね。またなんか飛んでるし、もう心配してくれって。ねえみんな、落ちて本当に大丈夫？よいしょよいしょ、やったー。どうぞみんな、アニメーターがどうやってアニメーションを作ってるのか分かってもらえたかな？今日は楽しんでもらえた？じゃあ僕はこれにて失礼するよ。ほら、スカナー修理に取りかからないとね。どうぞどうぞ、ズボンも探さなくちゃ。この後もユニバーサルスタジオジャパンで素晴らしい一日を過ごしてね。みんな、今日は来てくれて本当にどうもありがとう。またねー。